驚愕遠藤航さん、プレミア全体でこの8試合の走行距離2位の模様。遠藤プレミア全体でこの8試合の走行距離2位らしいぞ、バケモンだろ。7連続スタメンなら体力的に限界くるわ、普通ならね。遠藤やっぱタフやなぁ、ここまで丈夫な選手なかなかおらんやろ。アンカーとはいえ怪我しないのすごいな。新人矢印優勝、フェラーリ滝矢印優勝、 AMV 矢印優勝あるんじゃねえの。今季序盤マクアリスター出てたけど、明確に今の遠藤より上とは思わないけどな。普通に2人で組んでほしい。遠藤真っ赤のダブルボランチでトップした祖母でいいよ。遠藤も真っ赤のダブルボランチ適正の選手でしょ。遠藤は迷ったら前に大きく蹴る癖つけた方がいいわ。それだけでだいぶ印象違う。告知されても全く怪我しないってやっぱり最強だわ。スタッドランスの爆速おじさんといい代表の30代はバケモンしかいねえな。遠藤より走ってるやつが誰なのか気になる。ユッツ6で連続スタメンってだけでだいぶすごいだろ。